グランピングに出かけて参りたいと思います。めっちゃ楽しい。じゃあ、あ、いいんちゃう？いただきます。うまい。今日のご飯のお供、なんて読むね、メルロなんか酒屋さんで美味しそうやったからゲートに変えました。いくよ。はい。よっしゃー。エビもらうよ。うん、エビですね。すごい。いただきます。半赤ぐらい。あ、うまい。あれだな、近江牛使ったんじゃない、書いてなかったけど。京一、京一、引火しちゃうと思う。終わりやろ。いい感じかもしれない。はい、ということで今10時回りましたが、まもなくね消灯の時間なので、焚き火もいい感じに終わりましたので、今からね中行って風呂入ってぬくぬく過ごしたいと思います。いやにしてもね、この焚き火台めちゃくちゃいいですね。グランピングならではっていう感じで、もうキャンプファイヤー並みに火柱が上がってね、めちゃくちゃ楽しめました。はい、では今からお風呂に入りたいと思います。おやすみなさい。はい、どうもおはようございます。今7時半ぐらいなんですが、朝がやってまいりました。やってまいりましたね。なんかちょっと行ったところに、なんかキャンプダイニングみたいなところがあって、そこにこれを持っていけばね、フレンチトーストとかコーヒーとかがね、なんかおかわり自由みたいな感じなんで、ちょっと朝飯をねそこでね食べに行きたいと思います。行きましょう。あ、ここか。気持ちいい。で
このダいただきます。はい、今現在9時前ですがね、昨日行ってたこの今僕らここにいますけどカヌーでね、このラグーンっていうちょっと大きな湖までね向かっていきたいと思います。ここがね、あの午前中の9時から11時まで行ってもいいみたいなんで、ちょっと行ってきます。行くでー。よっしゃ、行きましょうか。レッツゴー。じゃあ頑張ってこいで。おい、キルちゃん、前だけでも。キルちゃん。俺ら馬なったよ。超楽しい。見て、俺カメラの超いいポジションを見つけて。もうあと2、3分で9時になる。行こう。ラグーン突入や。今ね、ラグーンの湖に突入いたしました。今湖の真ん中ぐらいまで来ました。いやー、今日も天気最高っすね。僕らがさっき来たところ、今の奥の、ね、岸までたどり着きました。戻ろうか。うまない？うまい。マヤが前でやらなくても俺一人でもコントロールできる。俺一人の方がむしろコントロールできるっていう事実。なんで水面しか回転、こう書いてないのに進むの？いや、あえてだよ。スピード出すときはもっとこうやっていくよ。うん。うん。こういう細いところはね、そんな水面だけでいいんだよ。あんまスピード出したらコントロール失っちゃうから。なるほど。ヘアピンカーブが来たよ。後ろが見えて怖い。ぶつかる、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 ぶつかる。俺一人でもコントロールできるんで、俺一人の方がむしろコントロールできる。事実、事実、事実。カスラが見えてきた。
乾杯しようもう一回エビー改めまして、軽くねこのねグランピング場の説明をしておくとですね、まあ僕らが泊まったのはエバーグレイズ琵琶湖っていうところで、なんか伊勢志摩にもあるみたいなんですけど、僕らは滋賀県のこちらの琵琶湖を選びました。まあ僕らの家から近いところがそっちだったので、はい、また料金とかねホームページ見てもらったらいいと思うんですけど、僕たちが泊まったのはクロコダイルカヌー付きっていうプランを選びました。で一部屋、まあ、2万8000円ぐらいなんですけど、プラスで寝具と夕食と朝食をつけるとプラスで1万ぐらいかかります。なんでまあ4万円ぐらい一部屋で、まあ2人で4万円なんで、大人数で来れば来るほど楽なので、まあこの部屋は最大4人なんで、4人で来れば1人1万円ぐらいで済むかなっていうところで、なかなかリーズナブルなグランピング場だと思います。カヌー付きでねこの値段は結構お得だと思います。でね、いろいろね持ち込みができるので、僕たちもお酒とかお菓子とかねいろいろ持ち込んだりしました。で近くにね電車が走ってるんで結構騒音があるんですけど、夜の11時ぐらいまでか言うて、まあ終電までなんで、まあ、そのくらい、それ以降はもうピタリと電車の音も止まるので、はい、まあ、その辺は全然僕たちは気にならなかったですね、はい、売店とかもあって結構ね食品とかグランピングに必要な食器とかクッカーとかそういうのも結構売ってたりするので、僕たちは結構買ってったんですけど、買ってかなくてもよかったなっていうところで、その辺は全然気にならなかったです。で朝食はねフレンチトーストとコーヒーが飲み放題っていうサービスもあったりします。なかなかいいと思います、食いしん坊な僕たちにとってはね、うん、まあ皆さんも日頃の疲れを癒しにこういう非現実的なところに来てみてはいかがでしょうか。はい、以上施設紹介でした。はい、来た時よりも美しくて帰りたいと思います。はい、はい、ということでご自宅に戻ってまいりました、はい、楽しい時間はあっという間でございますね、はい、今回ね初のグランピングということだったんですけど、皆様いかがだったでしょうか。キャンプはキャンプでねテントを一から設営したり
まあ、料理も一から作ったりっていうのが、まあ、楽しかったりするんですけど、まあ、結構疲れちゃうんですよね、はい、なのでこういう、まあ、ある程度設備が整ったところでのんびりするっていうのも、まあ、たまにはありなのかなと思いました。はい、で今回行った琵琶湖周辺はね、ものすごく観光地が多いので、まあ、そういうところも魅力の一つかなと思います。はい、まあ、キャンプ始めたいけどどうしようかなって思っている方とか、まあ、こういうねグランピングからねスタートしてみるっていうのもありなのかなと思いましたね。まあ、僕らが行ったところはグランピングの中でも非常にリーズナブルな方だとは思いますので、はい、ぜひ興味がありましたら行ってみてはいかがでしょうか。はい、ということで今回の動画は以上とさせていただきます。この動画が少しでも良いと思いましたら、チャンネル登録、グッドボタン、コメント、どしどしお待ちしております。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイ。